ですね、はい、勝たないとですね、この無機質な部屋からさらにこちらの監獄に、はい、はい、別の監獄部屋に連行となりますので。すげえ寒そうじゃん、なんか。夏に入りたいなみたいな思うぐらいちょっと寒そうな場所じゃん。あ、じゃあちょうど良さそうじゃないじゃん。あ、大丈夫です、大丈夫です。あ、いや、いい、いい。本日のルールでございます。本日のルール、五目並べに勝利しないと出られません。負けると監獄、勝つと外へ出ることができます。今回ですね、階級にならないように制限時間は五目並べのゲーム開始から1時間とさせていただきます。階級ってそんな階級になるわけないじゃないですか。五目並べだけやってさ、すぐに終わりますよ、こんなの。本当ですか、みこさん。コメントではなんか24時間だとかね、なんとか言われてますけど、みやこは勝った実績も何個かあるんですよ、ふぶさん。あ、確かに。勝ったらしいですね。いや、ふぶさんと、初めて戦ったあの日から、みやこはいろんな、あまたな、ホロメンに勝負を挑んできたんです。そしたらね、意外とホロメン、初見の人多くて、初見狩りはできたことありますよ。初見狩りはね、初見狩りだけですか。この前だったら、森カリオペ。カリオペに、1戦目で勝ったんで。あ、1戦目に勝ったんですか。カリちゃんでも知らなかったんじゃないのかい、ルール。まあ、ちょっとね、五目並べって何ですかみたいな感じだったけど、そんな問題ないよね、そんなのね。そんなんで誇っていいのかな、からみこさん、そんなんじゃ誇れませんよ。こちら勝ちですよね。そうかもしれないですけど、まあ、じゃあ今回、じゃあ白神に勝ってから、ちょっとね、鼻を高くしていってほしいですが。確かに。はい。またそうやって斜めにしようとしてもそうはいかないよ。ちょっとやめてください。ここここお疲れ様ーハムさん早えよさ、飴があるんだよ。うん。こっちパイン飴ある？食べたこと。ちょっと黙ってくれますか？お前が売ったんだろ、パイン飴。パイン飴は、ベロがちょっと痛くなるから嫌いです。ああ、そうなんだ。マジでガチで取りに行くからね、みやこちなみに。種まきなんすよね。そうですね、それ満開。五目って。ああ、五目で。うまいじゃん。バカそうと思ってもそうやかないっすよ。ほんまっすか。だって。こんなにちょろくバカされるやつ、そんなおらんって。ふぶさん。バカして何が楽しいんだ。テンポが早すぎる。もっとじゃあゆっくり。この黒に飲まれるな。飲まれずに。おー、素晴らしいですね。集中してると食われるんでね。あー、確かに。気をつけないといけませんね。ふぶさん。これはダメ。ああ、さすがに分かっちゃいます。ここもダメ。ああ、素晴らしい。あ、怖い。あ？ああ！気づくのが遅いです、みこさん。みこさん、もっと考える時間はいっぱいありますからね。なんかさ、みゆこちょっとあれなのかな、なんかの脳みそいじくられてる、もしかしてロボトミーしてないです。そんな手術してないです。寝てる間、みゆこが白い部屋に行くまでにさ、なんかやっただろ。やってなくてもみこさんはそのままほじくっただろ、ほじくっただろ、絶対にほじくったらもっと大変なことになってますってみこさん。ちょっと待って、早いねー。みこさん早いって。え、なんでなんでよー、なんかこっちのセリフない。やべえよー、もうやだ。確かに3人の子、ふぶさんと距離近くなったしな。そうだね、一緒にね、遊んだりご飯。みこさん、出しちゃいけない声出てます、みこさん。ふぶさん、みこデスメタルになっちゃうよ。デスメタルみこち。みこさん、スカート着ちゃうよ。新曲がデスボイスになっちゃう。ここ、みこさん、この形になるともうどうやってもみこさんの負けなんだ。え、なんでここのさ、1個、2個、3個じゃんで、ここの1個、2個、3個じゃん。みこさんがここを必殺と主体だとしても、ここの斜めがすでに3つ完成してるのよ。こうなっちゃうのね。そう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 。なるほど。なるほど。わかった。わかった。十字には気をつけろってことね。気をつけた方がいいね。ここはもう負け決まりだっていうのが、もう形があるんだ。うん、そう、形があるんですよ。そりゃダメだね。そりゃダメだね。十字を作らしないようにすんな。さん、みゆこ恥ずかしいよ。死にて。恥ずかしいよ。なんか死にて。どう受け止めたらいいのか分かんなかった。でもみこちゃん生きて、その後は美しい、生きてくれ。みこ生きてていいのかな。大丈夫だよ、絶対。そうみこちゃん、俺恥ずかしいよさ。みおれ恥ってさ、なんかよくわかんねえ、なんか訳し方するのやめてもらってもいいっすか。ついについに訳すのやめてもらっていいっすかね。ちょっと正しく書いていただきたいですね。みおれほこでもっとほこってってほしいね。おお、ダメよー。はい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 。いや、ここもダメー。みこさん、だから勝てましたって、ここ置いてたら。みこさん、みこさん、ふぶさん、ねえ、それ言ってよ。言えないよ、みこさんねー。言えよー。言わないよ。言わないと、みこ別のとこ見ちゃうでしょ。なんでだよ、別のとこ見ちゃダメだよ。別のとこ見てるんだからさ。別のとこ見ちゃったの。待って、自分違うの。ふぶさんを抑えようっていう集中になってしまうから。ああ、なるほどね。どっちも見なきゃいけないのは大変極まりねえっていう五目並べなんだわな。確かに見るとこ多いなあ。おお、はい、ふぶさん、いいの？いいの、ふぶさん。これはまさか。かー！みこさんだー！これはみこさんの勝利だー！え、でもみこちょっと今納得してないんですけど。なんか今、ふぶさんさ、はい。もうみこと戦うの疲れたんでしょ。疲れてない、疲れてない。疲れてさ、もうみこさんに勝たせてあげようっていうさ、なんか、あれがあったよね。あ、か、言っちゃったとかじゃなかったよね、今。みこの様子を見たよね。ちょっと見てましたね、みこさん。もしかしてさ、ふぶさん、みこっていいの嫌なの？そんなことないです。いや、気づくかなって思ってました。すみません、みこさん。でしょ？みこさん、そういうのいらねえから、この戦いに。ちょっと舐めてました、みこさんのこと。一番ちょっと嫌ですわ、それ。すみません、みこさん。反省します。白神。そうでしょ。みことの公的種と書いてライバルって言うんですよね。そうだ、みこさんとはそうだ、ライバルだった。今日は何のために呼ばれたかって。ふぶさんのこと楽しに来たんですよ、みこ。その心をしかと受け止めたぜ、みこさん。白神。